李源は朝鮮国と大韓帝国の君主家だった禅宗李氏の子孫。最後の朝鮮国王にして初代韓国皇帝である高宗の彦。禅宗李氏宗家の第30代当主であり、韓国の皇位継承者として皇島後を称する。疑心脳裏の大九王尻の長男として生まれる。出生時の名前は宗教。1981年。 ソウルのナオフミ高等学校を卒業した後、父親と共に渡米、ニューヨーク工科大学において新聞放送学を収めた。アメリカのケーブルテレビ局でプロデューサーとして働き、韓国に帰国後は現代放送などにプロデューサーとして勤めた。2001年に現代ホームショッピングに入社、児童スポーツ部長に就任する。2005年7月、 宗家当主である李休が死女なく死去すると、全州李氏大同州役員の決定によって、第三十代当主になった。李源より、好位継承順位が高いと考えられる者が、複数人いたものの、彼らは、家督相続に興味を示さなかった。今は、当主として、儀式や祭祀に専念している。軽気道の茅屋市のアパートに住んでおり二人の息子がいる。 大韓帝国への国号解消120周年である2017年10月14日にソウル広場で大韓帝国宣布式の全家庭が初めて再現された際には皇帝、皇僧の役を務めた。李源の親類、近親、祖先の詳細、元慶不起略李氏朝鮮後期系図、なお、2006年に叔父、李鈴ずや、叔ば、李海いが、 第30代投手を主張したことにより、投手の座をめぐって競争が生じているものの、一般的に利権が正当な投手とされる。ありがとうございます。